どうも、エルザレットです。それでは、イーストワートを続きやっていきたいと思います。いやー、ダニエルの怪力っぷりすごかったね、前回ね。怪力っていうか、呪いって言ってたけど、それも気になるよね。同一人物の可能性もあるし、そうじゃないかもしれないし、ちょっと気になるところだね。じゃあ、行きますか。いや、ボス戦っぽいなー。お？いる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 。いてー！いたどういうこと？うわー、ナマズ！あえーなー、動き、あ、いたー！うわー、やばいなー。卵1個エナジードリンク飲んで、とりあえず置いて、攻撃手段7間違いないね。めちゃくちゃね、邪魔してくるじゃん。爆弾が足りません、爆弾が足りません。おお、いてぃ、やばいやばいやばい、うい、こっからだな。爆弾をどう集めようかね。あ、いい感じ。結果ね、いてぃ、ナイス、入った。なるほど、そういうやり方もできるわけか。マジか、いてえなー。おい、ウェイネス、はい、10だ。動きが早すぎんのよ。いてえ、とりあえず4で1回ごまかして、いてぇ、マジで回避行動がないから大変。ああ、ない、倒した。強っ。想像より小さい。確かに小さいね。これが黄金魚？
ああ、そうだ、そうだった。多分この子の口の中入ってるとか。ちょっと待って。めっちゃ叩くやん。あ、出てきた。君たちが欲しがってたのはあれだよね。マジで合ってんな。黄金魚を手に入れた。ジョン、これで私たち絶対勝てるよ。ダニエル、私たちも始めよう。うんうん。それをどうするつもり？心配いらないよ。ちょっと拝借するだけさ。そうだよ、このネバネバの液体をね。変な匂い。しかもさ、あの、一応懲らしめただけで単行部できてるんだね。ある意味優しいな。この匂いは繁殖期の印。粘液の中には特殊なフェロモンが入ってて、異性を魅了することができる。それで香水を作って人儲けするって話さ。二人ともまだここにいて平気なのか？いいは長く待ってはくれないぞ。なるほどね。やっぱ、ただではだね。よし。いやー、大好物ってなってるけど。いや、大変だったな。ヒール使えばよかったね、サンちゃんのね。なんだろう、サブクエかなんかかな。もうすぐジェニファーさんの誕生日なんです。大信者見つかりましたか？おー、見つかった。あー、素晴らしい。この忘れません。さあ、お礼にこれを。あ、200円。あれだよね、これのことだよね。いや、でも大真珠とかまた違うのかな。まあいいや、お金もらえた、やったー。食材買ってこう。え、煮込みすぎた。そいつは困ったな。煮すぎると風味が飛んじゃうんだよ。残念だけどもう手遅れだな。さて、今日は何にする？食材を補給して、作ろう、飯を。おお、でかっ。魚が倍のサイズになってる。これってなんだか普通な感じしない？もっと花があってもいいような。入るぞリーダー。ねえ、今回はどう？何か言ってよ。今回は負けを認める。へえ、勝ちだったんだ。親分って。勝った。でも私たち勝ったよ。こいつは美食の極みだ。トーンチーズ、ビビリだけ、絶限サボテン、それからこの魚、グラグラダニの黄金魚だよ。黄金魚、見事なもんだな。あ、やっぱそんだけレアなんだ。このメニューは友情の味がする。いいもお友達だからね。あははははは。お前らな、きっといいボスになれるぞ。さあ、いえ、お前の望みは何だ？私は別に何も欲しくない。舐めてもらっちゃ困る。この町で俺が手に入れられないものはなんてないよ。あ、まあそんな感じはするよね。それとも俺の地位はどうだ、この界隈を牛耳るっていうのは。
黙れ。俺は負けたんだ。けじめをつける。何でもいいぞ、お嬢ちゃん。望みを叶えてやる。じゃあこれから毎日晩ご飯食べに来て。ジョンが見たこともないような料理を作ってくれるよ。めっちゃ笑ってるね。さっきの発言は撤回だ。お嬢ちゃんはこの町を牛耳るどころか、世界すら征服できるぞ。まあ3らしいっちゃ3らしいね。さてこれで一気になくちゃってところね。そうだね、勝った勝った。ん、あれこれ何、あ、まさかの武器じゃない、これ。リーがジョンに置いていったの卵焼き器じゃね、これ。勝ったから商品だって。フライパンみたいね。でも四角いね。世界のトップシェフはこの形を好むって聞いたことがあるわ。いや、どっちかっていうと中華鍋だと思うんですけどね。そうなんだ。じゃあジョンも気に入るね。片付いた？あら、いいフライパンね。ほら、イザベルも知ってた。いいからジョンへのプレゼントよ。すごいシェフだけ使いこなせるんだよ。あぶーん。あれだよね。和食っていうつながりで卵焼き器のやつだろうね。なら、ジョンの手に渡るのは妥当ね。イエーイ、やっとレベル上がった。ダメージ量がアップ。もう形的に工場とかで使うような感じだよね。よくよく考えると、今のジョンはどこかが違うわね。大勝利を収めたからよ。あらば研究所の大勝利。大勝利は言い過ぎじゃない？それを言うのは解決法を見つけてからでしょ。勝利をお祝いしないとね。じゃあご飯食べよっか。最初からそれが目的ね。えひ。はい、注目。何それ？癒しの地、温泉のチケットよ。あ、あれチケットだったんだ。温泉。温泉って何？飲めるの？まあ、飲めるやつもあるね。まあ、行けばわかるわ。町の外へ合流しましょう。百聞は一見にしかずよ。ごとかず。しかず？うん、だよね。さあ、温泉、もう先行ったんだよなぁ。てか、ソニックボーイ溜まってる。やっとフライパン強化来たね。ジョンの木に少女たちがこれを武器にしていたという伝説もある。ダメージはアップ。じゃあストーリー上手に入る感じなのかな、フライパン。最終的なフライパン何になるんだろうね。中華鍋しか思いつかないな。でも中華鍋持ちにくいしね。普通のフライパンから卵焼き器、土鍋土鍋かな最後。さあ、ツイッター、これ、ジョン一人で入ることになるんだろうね。お、姉さん。また会ったね。町のこんな場所があるなんてびっくりしたよ。お経の村を思い出す。素敵だな。そうだったわね。じゃあ出発。いざ温泉へ。行こう。なんか、あれなのかな。込み入った話になるのかな。あれ、お相撲さんがいる。いらっしゃい。おかみさんだった。お代は1人20、牛乳は10だ。ふみさん、
小山、あれは姫じゃないかい。あんた、誰だと思う？姫だよ。おやおや。こりゃ珍しいお客さんじゃないか。お嬢さんたち、今日のお代はいらないよ。いいから無料券もらってるよ。あんたが？2位に勝ったっていう二人組なのかい？ひひひ、そうなの。さん、こっちだよ。ジョン来ないの？ジョンはいけません。お父さんはあっちだよ。後から入った方が負けねー。アルバずるいよ。イザベラは絶対温泉入るタイプじゃなさそうだよね。あの黒い奴ら、なんだか嫌な感じがするわ。街の外のモンスターも最近落ち着きがない。良くないことが起こりそうな気がするわ。イザベル、シャンプーは？いや、姫様ね。姫様ね。明日、送風機がちゃんと動くか調べに行かないと。イザベル、早く。じゃあもう行きなよ。気持ちいいよ。ほっほっほ。今日はこんなにいいもの見られるとは。あんたって怒られるよ。でも確かに髪下ろしてる姿は見たことなかったからね。送風機が動くかっていうイザベルの感はちょっとやばそうだな。嫌な感じするね。ジョンの体さ、なんかすごいあざみたいなやつなかった？今影かな。まあでもがっつりしてた、がっちりやったね。さあ、もうみんな上がったんじゃない？止まれ。プロの後は牛乳と決まっておる。この冷えた瓶の牛乳を飲まずして、ダム上の男とは言えん。ほら、おごりじゃ。ありがとう。牛乳だけ飲みきたけどね、一回ね。あ、増えた体力上限。すげえ。まさかの、まさかのハートが増えるっていう。命の牛乳だね。これでお前も正真正銘のダム城の男じゃな。波平ヘッドがな。お。この絵って見えないんだよね。一日の疲れは温泉リアス。最高だね。天国だよ、ここは。まさに天国。よかった。マルゴラーリーは、男性だったんだね。女性かと思った一瞬。あれ？さすがに。ソニックはヘルプボット、自動運転中。優先モード、充電。ヘルプボット、充電中。信号が接近中。アルバに再接続。自動運転終了。さようなら、ジョン研究員。それからね、どうなったと思う？ダニエルがね、バーンってミニバン止めたの。ミニバンって言葉を覚えたね。そう、ダンホカーズのミニバン。え、すげえ、あれ覚えたの？ダンホカーズ初の量産車なんだって。直列4気筒エンジンと4速マニュアル搭載なの。しかも希少なホワイトモデルなんだよ。うわぁ、さんって物知りなのね。えへへ、私も最近教えてもらったんだ。いや、あれ覚えてんのすげえな、さん。記憶力とかいいのかもね。月明かりが街への道のりを照らしている。サンは地上に出かけてから初めてまじまじと夜空を眺めた。空は美しかった。広大で今にも吸い込まれそうだ。だが、どこか物足りない。ホットクロック島の夜空よりは高く感じるが、天井は天井だ。この天井の向こうには何があるのだろう。アルバに聞いてみよう、とサンは思った。アルバは物知りだから。何でも知ってるから。
美しき夢。まあちょっとあれだね、ダム城を一区切りしたって感じかな。はい、ということで今回ちょっと短めですがここまでにしたいと思います。ねえ、意外とボス戦から早かったなって感じなんだけど、まあとりあえずダム上でその研究をはかどってるっていうか、いろいろ進んではきたけど、ちょっとねソロモンとかの様子がおかしいし、サンのあの赤いサンの方がねちょっと気になるところもあるからね、まあ次回そのあたりやっていこうかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もお願いします。それではまた次回です。バイバーイ。